またさ。ここで何を。知れたこと。勝家殿の力を借りて城を建て、信長様に献上するのよ。というわけだ、猿。抜け駆けは許さんぞ。<笑>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 何笑うとるんじゃ、猿。 城なんて一から建てたら、えらい時間がかかる。なら、すでにある砦を奪って、城に建て替えちまえばいい。美濃に残っても、尾張に寝返っても、戦からは逃れられねえ。 油断さえしなければ。
欲するならば近場の社を詣でるがよい。もう守っちゃくれねえ。自分で何とかしねえと。お前の相手は俺だ。逃がさん。技の終わりにて構えを整え、斬新を示せば、気力は瞬時に充実する。
油断しとれ、脳天から貫いてやるわ。尽きた気を斬新にて満たせば、気は共鳴し、常世を打ち払わぬ。
気がして好きだらけじゃ、ひと月にしてやるわ。
電気来やがった。
丈夫か？焦んなよ。邪悪なる噂、何時の身に宿りし、あやかしの力により手打ち砕かん。すなわち、あやかしの気はない、何時の反抗の好機とならん。よし、ここからなら、一矢報いてやる。苦しい。